ハエを叩き落とす。私の好きな言葉です。今回なんですけれども、EM2 ですね。彼に強化が来たと。で、これね、さっき使ってきたんやけど、ランクマッチで。こんな感じね。ほら、見て。49キル。まあ、約50キルして、敵に、普通にビリリジェパーティーとかにいても、まあ、今回 DRH がめちゃめちゃいるんですよ、今シーズン。それでもこの戦績と。一応ね、強化が、ヘッドショットの倍率が上がったっていう。で、ダメージがこんな感じですね。ノーマルのアタッチメントで 50.4 っていうことで、ヘッドショット2発キルが可能になったんですよね。で、TTK っていうのがヘッドショットに当てると、0.1 と。まあ、SMG にも、勝てる TTK となっております。今回はね、一応ミシック迷彩なんですけど、クラシックレッドドットサイトを採用して、こんな感じのカスタムと。まあ、もうサプレッサーはいんないよ。さらに今回はこのピンポイントっすね。こいつとの相性が抜群にいいんですよ、今の EM2。皆さん試してみてください。早速やっていきましょう。さあ、手中に早速やっていきましょうか。イキリマップ、定番マップということで、ターミナルよろしくお願いします。ずっとダスしてるんしてたから、一旦こっち打ちから入って、こう行って、こう行って、こう行って。いや、今回あれやな、対空ミサイルターレット持ってきてんやけど、なんか対空ミサイルターレットで、対空ターレット、くるくるしてる、対空ターレット、くるくるしてる。はい、こういうこと。一旦ちょっと一つまみ、しかも今回ね、敵がなんとクソ強いんですよね。なんかね、ほら、見て、ピースキーパー1位、バトラーさんがいるから、ちょっとバトラーさんは非常に警戒っすね。で、いや、くんの分かってた。俺ね、10秒先が見える男って言われてるんだ。なんかてかさ、このゲーム、なんか、意図せんところから来るみたいな。意識外からのね、攻撃多いんよ。なんか非常に、打ち合ってんのかな、もうこんな打ち合ってないもん。なんか横からやられるっていうこと。まあ、広いマップやったから、しょうがないっていうところあるんですけども、今回 MK2 がおんのか。MK2 の民ね、あのね、勝てないって言ってるじゃん、それ。ちょ、ほんまに。そのね、あの、キレイベクトやめないか、これ。キレイベクト、EM2 のね、キレイベクト逆に邪魔なんで、これ後ろから来ないか ?OK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 
下から来る心配はナッシング。で、ここの距離も、このレンジは、やれる、や、もうこのレンジやれるんですよ。お買い得でしょ。で、今回ちょっと励ましてからもよかったな。いや、このレンジほんまにやばいぞ、これ。いじめじゃん。いや、これ違法なんすか、これ。ちょっと、プリミ様で行っちゃうか。了解、了解、了解と。こんなんもう義務でしょ。義務、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 義務。で、さあ、ジムの義務。お前ほんまに面白くないからいい加減にせろ。うわなあ、もう、お前、あ、バトナーさんやからちょっと、バトナーにバトほんまにやめて、もう、だからほん、撃っちゃえよ。お前、もう湧いてる場所もう神に恵まれすぎだろうがよ、ほんまに。バトナーに罵倒すると、ほんまにやめて。さて、いや、このレンジ、このレンジ、このレンジ、もう後ろから来たらね、バグってる、それは。おかし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 。穴にあるんやった、穴にあるんやった、穴に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 。お疲れ、お疲れ、お疲れ、お疲れ。おつき、おつき、あ、やるか？やっか、お前。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。それはちょっと今見てしまったな。誕生の瞬間を、さあ、もんないぞ。大丈夫。過去形、過去形、過去形、過去形。いいよ、いいよ。いや、俺の後ろに次ポカンだから了解？ちょっとほんまにクリクリすんのやめろ。オッケー、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 オッケー。ま、死んでもいいよ、死んでもいいよ。スニーク行くよ。スニークチャンネルキモすぎやろ。いや、ほんまにやばい。スニークチャンネルやばいぞ、お前。おいおい、やってんねん、お前やろ。ターミナルに投与したやつ。ターミナルに投与したやつ。イキリスナイパーやりたいだけやからな。一体ですか？あ、点差見て。点差見て、もうほんまに。ほんまに点差見てくれ。なんなんこれ。俺なんかやったか？俺な、バトラー、もう、知らん俺。スナイパーが2枚。うん、無理です。さあ、2試合目やっていきましょうか。2試合目は、涙は流さねえぜ。2試合目と違って。ちょっとまあ、ターミナルと同じようなマップで、結構 EM2 が輝くマップだとは思うんですけども、輝くのはおじいちゃんの頭だけにしてくれ。さあ、そのハゲてるネタ好きですね。一旦買っちゃうだろ。で、そこも買っちゃうじゃろ。まだ敵ですから来てない。そこ来るじゃろ。来い来い来い。投げ物はなしね、投げ物は。ね、お兄ちゃんとの約束、さとまえて。ちょ待って、VC ついてたわ。VC 恥ずかしすぎだろ、俺。どうした、どうした。マジ俺、薬物中毒者やと思われてないか、大丈夫か。で、そっち自立のいるけど、多分味方がやってくれたから、そこも買っちゃって、まだ2階にいるでしょう。来ないかな。いや、来そうな気すんだけど、まあ、敵すぎる。もう持ってるけど、いいね、いいね。いい判断できてる、いい判断できてる。今日ちょっと俺の頭冴えてんね。さあ、一旦ちょっとプレミサで、ここを、お掃除。2階にもう1人いるっていうことが分かってるんで、
ょっと怖いね。もうほんまに何それ、俺が気持ちよくやってたのによ。おかしいだろうが。ねえ、ドローンあるんで、これちょっと打開の時に使おうか。打開の時に使いましょうか。さあ、ヘッドショットは50ダメージなんで、ヘッドショットに入るだけで、そちょっと任した。そこもナイスキルブックありがとうと。こいつらね、俺が一番心配なのが、俺狩りまくって、で、味方が勘違いして、敵リスにとつらないか、あると思います。ワンチャンちょっとこのまま C に行くっていう可能性もあるんで、さ、生きれ生きれ生きれ。お前らが盾となる、ちょ、まあまあまあ、もうだからなんで俺から見えてないのに、お前は弾当たんねん、おかしいだろ、もうね、バグチーと思いそうか。お前の弾でかすぎんか、ほんまに。でかいのは金玉だけにしくれ、さ、出ましたね。一旦ちょっと下ネタやっといて、下ネタじゃないですよ、今の。で、なんかこれ、センターやな。ほんまにか、な、もうこれ、もうこれね、このゲームね、なんで AR が近距離で SMG に勝てるのか、最大の謎すぎる。いや、これ、おピンピンポイントと EM2 の相性抜群すぎるぞってね、さっきからちょっとあの999が鬱陶しいんで、あいつだけちょっとあれやな、注意せなあかんな。さあ、検討を加速する。さあ、アナイアレーターでとすることを加速せずに、もう前まで行っちゃって、ね、俺のちょっと、俺の穴家終わってない。俺の穴家ほんまに終わってない。大丈夫か。俺のお先並みに終わってるぞ。落ち着こうか。多分これスモークの中から出てくる可能性大なんで。というか、ピンポイントつけると、弾の当たり判定がね、思いのほか大きくなったような気がする。まあ、それはさすがに無理やな。これ全然 A っていいな。多分敵は相当俺に、え、なんか敵にめっちゃ強い EM2 おるって、あいつワンチャンカメだったりせえへんからみたいな感じのこと言ってると思われますんで。さあ、アドバンス UAB のお前らの考えは、筒抜けと、考えてることが手に取るようにわかる。さすがにそれは勝てねえぜ。諦めな、お兄ちゃん。お兄ちゃん諦めな。決め打ちしといて、そこも決め打ちしといて、そこも決め打ちんぽほんまにもんないで、一応もこれドローンどこで出すかやな。タイミングめちゃめちゃ大ですよ。多分このショック RC で取ってくると思うねんな。乗れる、全然乗れる。これで2キルポイント多いすぎる。さあ、3日弾も乗ってくれてるんで、そこも買っちゃう。まだセンターから来へんかな。ちょっとフォーメーション大丈夫。フォーメーション立つ位置間違いなく。さあ、ちょっとおもんない小細工ばっかりしてくんな。で、戦況辛くなったから、そろそろドローンありかなって感じはするけど、とりあえずこの打開のために、ドローン置いて、もうなんで？そろそろ取らない後戻りできんぞ。いやー。マジで来て。B カモン。誰やこれ、迷うしてるやつ。OK、B 取ったら勝てるよ。もうここで取れんかったら負け。ここで取れんかったら負け。ナイス。あと固めよう、これは。ドローンあるから。味方の心もギュッと掴んでいくよ。はい、オッツと。いいね。俺の前で甘えるな。さて、ちょっとなんか味方もよ、敵もようわからん。立ち回りに入ってんね。OK。で、ちょっとほんまに焦ればやばい。これが e スポーツってやつか。いいね。カロリー高いね、このゲーム。さて、カロリー高いね。敵相当焦ってるんじゃない？もうこれ2点取れるでしょ。まあ、そっちから無理よな。となるべー。残された道は、こっちしかないと。その道も閉ざしてやろうか。いいね。これも完全に、貫通劇場。しかも今回ドローン使ってないし、もうこれはここまで行ってもろていいやろ。31キルね。で、あとはプレタミサイルで、チェックメイトと。さらに、敵の心を削っていく。たるんねえちゃうぞ。じゃあ今回ビリリジェパーティー相手やねんけど、ビリリジェパーティー相手に32キルはなかなかようやったんじゃない。皆さん数秒だけ時間をください。実はね、私も視聴者も嬉しいアップデートが YouTube に来たんですよ。その新しい機能っていうのが、メンバー限定から公開にする、これ新機能です。それがどういったような新機能かというと、今赤い枠で囲っているところは一般の視聴者が見れるところです。で、この2つのメンバー限定と書いてある動画は、メンバーシップに加入していただくことによって、一足先に、一般の視聴者より一足先に見れる動画となっています。これは私の編集速度、私の撮影速度によって、メンバーシップ限定の動画っていうのは増えていきます。1週間先の動画が見れてるようになってるとか、2週間先の動画が見れてるようになってるとか、当然メンバーシップ限定の動画が多ければ多いほど皆さんも嬉しいかなと思いますので、私もできる限りこの動画を増やせるように頑張ります。私のチャンネルにストックされている10分の動画や、あとショート動画を一足先に見ることができると。公開予定と書いている動画は、一般の視聴者より早くメンバーシップの方のみ見れる動画となっています。さらに一番のアピールポイントというのが、1ヶ月90円でこの機能が使えると。